こんにちは。今日は特別ゲスト、はい、坂本勇人さんに来てもらいました。ね、お願いします。本当か、大丈夫か。はい、大丈夫です。本当にもう今年絶好調なんで。絶好調ね。はい、絶好調。何これ、いつからやってんのそれ。あ、僕ですか。格好は、格好はもうそうですね、入団当初からですね。入団当初からやってんの。はい、これ似てるって言われて、それでも似せていこうと思って。あ、そうですね、まあ、本当は偽物なんですけど、はい、渡辺さん。あ、そういうことか。なんだよ、1年目からやってるとお前入団してるつもりでおるやんか。まあ、急に撮るんですね、これ。当たり前だよ、急に。何でも急にだよ。渡辺エンターテインメントに所属してまして、うん、はい、最初は漫才をしようと思って、はい、入ったんですけど、はい、その、まあ、コンビ解散してピンネタをネタ見せがありまして、毎週、うんうん、でピンネタをやることになって、で坂本選手にたまに似てるって言われることがあるんですよ。で僕帽子取ったらおすぎさんに似てるって言われるんですよ。でもおすぎです。坂本もどちらかというと、あ、そうですね、そういう系だよね。おすぎさん系の、あと元ベイスターズの林正則さんとか、ピッチャーの、ピッチャーの方に似てるとか言われるんですけど、養成所でネタ見せをしたら、そのトンネルズの細かすぎて伝わらないっていう、はい、番組下落ちるやつなんですけどに、なんかトントン拍子で出てしまう。ちょっとそのネタ見せてよ。あ、いいですか。それやんないと何の意味もないじゃない。っていう言い方したら失礼か。いや、全然もう何の意味もない。いや、それみんな見たいと思うよ、ね、いい。これ床開いて落ちないけど大丈夫。ちょっと自分で落ちる。自分で。全くやる気の感じられない坂本勇人、 DeNA ベイスターズ山崎投手ツーシーム空振り編。このか。はい、こんな感じでした。いやいやいや、もう雰囲気が出るよね、やっぱり。はい、それなりにずーっと隼人見てて、はい、研究してる。あんま YouTube とかよく見て、うん、その坂本さんの打席をよく見ますね。あ、なるほど。普通の人はホームラン集とか見るじゃないですか、うん、僕三振集見ます。あ、そうなの。YouTube に三振、坂本隼人三振で打って、うん、それで見たりしますね。そういう編集もしてるやついるんだ。なんか出てるのありますね。はい、なんかグラブも持ってるけど、なんか守備編もあんの。あ、守備編もあります。なんだよ、はい、守備編もあんの。これだ、これ同じやつじゃないね。これ軟式の、なんですけど違う。投げたら怒られる。あ、そうですね、野球少年たちが、そう、怒っちゃうんだよ。こうグラブ選びに行って、ポンと投げたら、お、投げたとか怒られるから。炎上しちゃうんです。でもジャイアンツファンなの。あ、一応僕西俊久選手が好きだったんですよ、子供の時。うん、はい、それでジャイアンツファンになった。そうね、西のモノマネはできない。あ、もうちょっとできます。本当かよ、はい、お前。できます。違ったらお前ちょっと俺怒るぞ。俺は西をずっと見ていたから。セカンドです。ちょっとやってみようもん。はい。フリーだ。あ、じゃあ坂本勇人選手のモノマネからで、右足を下げただけでやる気になる坂本勇人選手。はい、以上です。そう、坂本ね。坂本です。まあ最初はこう趣味しててちょっとやる気なさそうだもんね。でもあれ瞬間だもんね。瞬間、集中、はい、するのね。瞬間でいきます。オッケー、いいよ。続きまして、はい、このくらいの、このくらいで全部守備をさばく西俊久選手。はい。
常です。どっからそれ見つけてくるんだよ。まあ確かにこれ確かに愛想もクソもなかったもんな、趣味こんな感じだもんな。よく、あ、これがいいね。よく特徴捉えてんな。しかし他できん、他ですか。いや、いいよ別に。まあ普段阿部慎之介っていう、あ、いるね、阿部慎之介選手のモノマネの人と、うん、ずっと一緒にいるんで、うん、阿部さんのモノマネで、ま、モノマネできますけど。できるようになったな。はい、でも顔が似てないんで、まあちょっと今度ゲストで呼ぶから。そうです、うん、その時に。でジャイアンツファンは西がきっかけでファンになって、まあそうですね、お父さんが、まあ、長嶋さんのファンからジャイアンツ見るようになって、うん、まあ、そうですね、西さん。今のジャイアンツの状態見てどうだ。ちょっと調子悪いよな今。調子悪い 現段階、はい、今ちょっとやばいですね。どこ、何が悪い、何が悪いんですか。いや、ジャイアンツファンからするとさ、はい、やっぱこう気になるところってあるでしょ。やっぱり気になるところですか、うん、言っちゃえ。これ言っていいやつですか。言ってもいい。まあでも安倍さんが、岡本さんと大城さんが打てばジャイアンツは優勝するみたいなこと言ってましたけど。おお、そう、はい、どう思います。安倍慎之助が、あ、そうそう、安倍さんじゃないです。安倍、本物の安倍慎之助さんが、これややこしいんだよな。安倍慎之助が、はい、岡本と、はい、大城が打てば、はい、まあ4番5番だよね、まあ、そうですね、はい、が優勝すると、はい、そりゃそうだよな。なんか坂本さん、まあ、4番とか2番とか打つじゃないですか。で、岡本さんが4番とか6番とか打つじゃないですか。で、その、なんだろう、満塁とか人が溜まって岡本さんに回ること多いじゃないですか、うん、だから、その4番じゃなくて岡本さんを6番に下げて坂本さんを4番に下げたら、うん、今度6番の岡本さんのところで満塁になるんですよ。まあ、そりゃそうだよな。なんか結局岡本さんのところに、だから、ね、ポイントは岡本なんだよな。そうですよね、うん、はい、なんか坂本さん結局類出る確率高いんで、うん、でもあれだな、岡本のなんていうの、モノマネもいる、まあ、います、はい、ちょっとさ、草野球でさ、はい、その急に集まるモノマネの OB も、まあ、例えばピッチャーが、はい、ピッチャーだったら誰ができるとかさ、はい、キャッチャーだったら阿部慎之助がいるでしょ、はい、まあショートもいるじゃん、坂本も、はい、セカンドも OB なんですけど片岡さんのものまでできんのの片岡っていう、そう、あ、OB っていうのは、まあ、ややこしいわ。お笑いでは OB じゃないわけだ。、はいはい、OB になった選手で、はい、じゃあ9人集まる、多分集めようと思えば、それやったら面白いやろな。こっちは OB チームを集めて、はい、本物のすごい企画でやっていただけたらいいっすよね。ああ、そう、みんな素人でやってるの。あ、もう芸人さんもいれば素人さんも、もうやめた人もいるの。あ、もともと芸人じゃなくて普通の仕事をしてて顔が似てるからやってみようみたいな人がいるんで、はい、そうか。でも球場とかも結構行ってるもんな。あ、球場行ってます、はい。グランドにも降りれんの、公認で。いや、グラウンドに降りれる時と降りれない時がありました。あのさ、その坂本本人は何つってんの。あ、坂本さんさ、あ、喋ったことあるだろ。喋ったことはあります、はい、なんて言われる。あ、まず好きにしたらええやんって言ってますけど。相手されてないの。いや、相手にされてない可能性もなくはないかもしれないです。でも似てるって言われる。あの、トンネルズの細かすぎて出た次の日に、なんか面白かったですみたいなコメントを新聞に載せてくれたんですよ。おお、それ嬉しいな、でもな、はい、阿部慎之助は予選通ったの。阿部さんも細かすぎて出てますね。あ、出てる、はい。それは慎之助からのコメントは、まあ、なかった。お前は出川さんに似てるから出川さんもやれって。